はい、皆さんこんにちは、バナリングルビッシュです。信長内房創造戦国歴史で続きをやっていきましょう。独立を果たしたんですが、まあやはり信長の圧倒的戦力の前にじりじり追い詰められてきているという状況です。でここに来てですね、もう起死回生というわけではないんですけども、現織田家の当主信忠の首をもう狙いに行きましょうというところでですね、ちょっと信忠のいる場所を探っていきましょう。今織田の連合軍とあと島津率いる連合軍ですねがあります。なので、取り急ぎというところにはなるんですけども、この織田家中の中で信忠がどこにいるか、長浜城にいますね。いやー、信忠も信長に勝るとも劣らない、統率112、武勇102、政治101と3つ100超えの能力を持ってますね。でその長浜城、長浜城はここですね。ここに対して攻撃を仕掛けていきましょう。とはいえですね、普通に攻撃をしても敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。あなたたちに勝ち目はありません。我が方の城包囲されました。敵に城を奪われました。敵が我が領内に向かっております。どうにもならないな、この感じ。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。すごい勢いで敵に攻め寄せられてますね。今何もできなかったな。ご命令ください。報告いたします。そしたらですね、今織田と徳川が戦闘しているのをいいことに、自軍内の中のまだかろうじて、戦闘継続ができそうなところに関しては兵を引き上げましょう。兵をすべて江戸城へと集結させましょう。もうこの江戸城を中心に守るしかないですね。みんな遅れるな。江戸城で敵を迎え撃ちましょう。で長浜城まで進攻することが現実的に可能かどうかというのもちょっと一旦ね、そこに江戸城、あとは河野台、この辺りのお城に集結をまずさせましょう。我が戦ご覧に入れよう。あとは出陣するぞ。織田城にも人を入れていきましょう。今交戦中か、交戦中だったら稲富が、ここは稲姫で出陣させましょう。我が戦ご覧に入れよう。もう北陸方面は絶望的な状況が続いてますよね。この辺りは申し訳ないけども見捨てざるを得ないな。これ見捨てるとかやってるとね、あの勝頼公みたいに見放されちゃったりねするんじゃないかっていう恐怖心もあるんですが、とはいえ無理な戦いはできないので、関東に集結させましょう舞台を。で関東以外のところはもう捨てます。天守も早く改造したいけど甲府台はまだ改造できないか。
あとは府中城ですね。うわ、府中城守りまだまだ弱いな。門だけか、回収できてるのは。まずは塀を土堀まで回収させて、さらに天守を二層天守まで急いで回収していきましょう。さらに出丸も出城まで回収をかけて、櫓も立てていきましょう。防衛戦としてはですね、この江戸、甲府台、織田、府中、あとは森山、満期、久留里、この房総半島、東京南部から、千葉一帯にかけてを守り抜きます。でそのためのこの元桜城が邪魔になってくるので、この元桜城は攻略に当たりましょう。元桜城が邪魔になりますからね。先に元桜城を落としましょう。江戸城に迫ってる部隊もいそうではありましたが、まだ江戸城近辺には味方の部隊も豊富にいるので、持ちこたえさせましょう。その部隊で出陣します。お味方が捕らえられました。我が方の城、ぜひこの明智光秀でのシナリオはリベンジしたいですね。今信忠がどこにいるんだ。もし信忠が出陣してきてるなんていうことがね、もしあれば本当に信忠の首を取りたいんですが、信忠は長浜にいてこっちに来る気配はないな。ちょっと本当にね、まあ、諦めムードが漂ってますが、この光秀シナリオ、本能寺の変を起こさずに信長を倒すっていう目標シナリオはぜひリベンジをねしていきたいと思います。今回はもう行けるところまで行きます。お味方が捕らえられました。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。どうした、かかってきな。青ヶ城か、ここも出陣してちょっとでも兵力を削りましょう。敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。出陣するぞ。間をかわせざるを得ないですよね。あとは一式三つの部9100が江戸城に迫ってるのか。これは援軍を送らざるを得ないですね。元桜城を落とすことができれば多少は楽にはなるんじゃないかなというところですね。水戸城も守る場所の一つに加えておきましょう。この水戸から江戸を結ぶこのライン、このラインから南は絶対に信長に、いや織田家に渡さないですよ。そういうね意気込みでやっていきましょう。それに伴って次のターンで優秀な武将たちを関東に集めましょう。なんか本当に北条がやったのと同じようなことをやってますよね。敵に城を奪われました。我が軍略お見せしよう。待機する。城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。いやーものすごい数の軍勢が
動いてるな。どこもかしこも軍勢で溢れてますね。府中城の守りが手薄すぎるな。から出陣するぞ。とにかく江戸に部隊は集めていきましょう。東北、北陸方面は兵を引き上げざるを得ないですからね。我が戦、なんかうっかり信忠とか出てきてないよね。我が方の城、包囲されました。止まれ。上杉だよね。まあ出てこないよね、こんなところに。出てくる意味がないからな。厳しい戦いになりそうですが、頑張っていきましょう。ここは織田軍と徳川軍がぶつかってますね。徳川も頑張ってるっちゃ頑張ってんだな。今徳川はというと兵力13万、拠点がただ20何あったのが15まで減ってますね。明智も13万ですけどね。明智と徳川が組むことができてれば、もしかしたらもう少し延命はできたかもしれないですね。我が領内に敵が迫っております。どうした、かかってきな。織田の武器を打ち取っただと。よくやった。城が取り囲まれました。一矢報いた感じがありますね。信清を討ち取ったっていうのは。承知いたしました。家康がどこに向かおうとしてるんだこいつは。城が取り囲まれました。お味方が捕らえられました。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。敵に城を奪われました。敵が我が領内に向かっております。家康はただただこの三崎城の救援に向かおうとしてるな。で、浅野長政、上杉綾、元山何がしはこの元桜の防衛戦に入ってきてるんだな。ここの防衛戦に万々が一失敗するようなことがあると非常にまずいですね。なので防衛戦というか攻略戦ですね。ここは元桜城を攻略隊に援軍を出しましょう。城が取り囲まれました。止まります。敵に城を奪われました。江戸に関してはある程度余裕がある状態ですね。まだ表情を始めます。報告いたします。そうすると江戸城の部隊を元桜に送りましょう。元桜はどうしても攻略しとかなきゃいけない城ですからね。織田、府中、水戸、
この辺りはどうしても抑えておかなきゃいけない絶対最終防衛ラインです。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。止まれ。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。入り込まれたか。ついに上杉綾と浅野長政が森山城に向かってきてる状態か。これを抑えるのは難しいな。どうする。先にこいつ中山照盛さんに元桜城を落とさせたいけど、亀田高綱隊8900が迫ってきてるのか。江戸城の絶対防衛ラインも安泰ではなくなってきてる。戻ります。となれば堀田隊を江戸城に回しましょう。元桜攻略は諦めて江戸城で籠城戦をするしかないな。包囲されました。ご命令を報告いたします。報告いたします。めちゃくちゃな数の軍勢が動いてるからな。織田は200万軍勢。10倍以上の戦力か。相手はどうすればいい。家康がどこに向かおうとしてるのかがすごく気になる。出るぞ。必ずや勝つ。待機せよ。我が方の城奪われました。我が領内に敵が迫っております。我が方の城下げましょう。包囲されました。江戸と河野台で迎え撃つっていう作戦に変えていかないと。この辺り厳しいな。江戸河野台織田城で迎え撃ちましょう。家康はマジどこに向かおうとしてるんだ。お任せください。敵に城を奪われました。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。敵に城を奪われました。お味方が捕獲されました。さ、いよいよまずくなってきた。防衛ラインと定めていた城が特に江戸城への進撃を許してるな。水戸城の兵を出陣します。一旦江戸城に回しましょう。もう水戸城を防衛するのは諦めます。で、この辺りももう落ちるのは時間の問題でしょう。そこに兵力を回すのはもったいないので、すべての戦力を江戸に集結させましょう。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。ご命令を報告いたします。房総半島を失いつつあるな。今さらな。家康と交渉したところでっていうのがあるけどね。家康もだってもう残された城少ないでしょう。分断されてるし。我が領内に敵が迫っております。ここは開戦をしてまずは江戸城の防衛に徹しましょう。進め。かしこまりました。城門は2カ所。うん、よしよし、2カ所の方がありがたい。
しこまりました。我らに撃てぬ敵はありません。これで決める。承知いたしました。これが戦の作法よ。行くぞ。これで決まりだ。私を侮りしこと、クビルがよい。かかれ。を消されるわけにはいきませんからね。我が領内に敵が迫っております。何、よく見たらあそこにも縄文があるじゃないか。しかもねぐら攻めを食らって中に入り込まれてる。防衛ラインを下げざるを得ないな。これは江戸城失火の可能性が出てきましたね。お任せください。承知いたしました。縄文が破壊されました。遊びは終わりだ。承知いたしました。もう突破されるぞ。縄文が破壊されました。我らの攻め、耐えてみせよ。これで決める。縄文が破壊されました。敵、全てを止める。我らの罪はあなたに見切れます。我が分、思い知るがよい。切れない。この戦必ず勝ちます。やってくれるな。これで決まりだ。力の差見せてやろう。これで決まりだ。まずい状態になってる。これで決まりだ。縄文突破されましたね。かしこまりました。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。さらに我が領内に敵が迫っております。合計7、8万の軍勢が迫ってるな。敵が城内に侵入しました。始めろ。これで決める。本丸の前で何とかして食い止めろ。我が方の城、ちょっと勝手に中断、一旦ここで中断した。他の状況も見ていきましょう。江戸城が落ちるぞ。これはご命令ください。報告いたします。まずいな。何もできないというか、敵の数が多すぎる。我が方の城奪われました。城が取り囲まれました。我が方の城、江戸城が落ちるな。味方が捕らえられました。みな我に続く。我が領内に敵が迫っております。城が取り囲まれました。もうどうなってんのか、処理が追いつかなくなってる。我が領内に向かっております。我が方の城奪われました。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。今何？甲府台が落ちてる。江戸が落ちるのも時間の問題だ。そうなると今度この織田城が防衛の要になるな。織田城に部隊を集結させるんだ。味方が捕らえられました。我が領内に敵が迫っております。いやどうにもできないか、このままだと。江戸城総攻めを受けてるな。とりあえず残された兵は全て承知いたしました。腕が鳴るぜ。織田城に集結させましょう。敵に城を奪われました。我が方の城奪われました。お味方が捕らえられました。止まれ。
敵が我が領内に向かっております。我が領内に敵が迫っております。いやもう何もできないな。さあ参る。我が方の城包囲されました。ちょっとね本当にリベンジの機会を設けたいと思いますんで、やっぱり謀反を起こすときに光秀が実際にやったように信長の居城なりいる場所なりを取り囲んだ状態で謀反を起こさないとダメですよね。今回みたいにガチで謀反を起こしてもやっぱ信長織田家には勝ち目がないですよね。そこがちょっと今回の一番の失敗のポイント。あとは本能寺の変が起きた年に独立するっていうのにこだわったがために最初の独立で失敗してしまって、次の独立のタイミングが遅くなりすぎましたよね。なので次回はですねちょっと1582年にこだわらずにもうちょっと地盤を固めたら独立をして、独立1回でね蹴りがつけられるようなそういう形でねやっていけたらいいかなと思ってます。出陣するぞ。表情を始めましょう。さあ報告いたします。残る明智の城は2つ、織田城はまだ依然頑張ってますね。クルリが先に落ちるか織田が先に落ちるか。敵に城を奪われました。我が領内に敵が迫っております。クルリが落ちたか。最後はじゃあこの織田城ですね。出陣する。我が戦お見せしましょう。そして織田城も落ちてしまったというところになります。まあ、ちょっと今回本当にね独立の段取りが悪くてこんな結末になってしまいましたが、この明智についての、本能寺の変リベンジ、これは本当にまたやりたいと思いますので、その時またぜひぜひ皆さんにいろいろとアドバイス応援いただければ嬉しいなと思います。というわけで、明智光秀でのプレー、明智家でのプレーここで一旦終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただけた方本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますのでぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。